こんにちは。元気の学校鳥内です。このチャンネルでは、毎月本物の移植中情報をお届けする有料会員メディア、元気の学校のコンテンツを一部無料でお届けしています。最新号も無料でアップしていますので、下の説明コメント欄にある赤のチャンネル登録ボタンを押して、ぜひご登録をお願いいたします。こんにちは。 元気の学校鳥内です元気の学校本日のゲストは医師で七号診療所長ウイルス学ワクチン研究の専門家でいらっしゃいます本間慎二郎先生をお招きいたしております本間先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまず簡単に本間先生のプロフィールについてご紹介をさせていただきます本間先生は千九百六十九年札幌市生まれ札幌医科大学で学び同大附属病院同立小児センター 旭川赤十字病院などに勤務。2001年から3年間 NIH アメリカ国立衛生研究所でウイルス学ワクチン学の研究を行い帰国後札幌医科大学新生児集中治療室 NICU 室長に就任されましたそして2009年栃木県那須烏山市に移住し同市の7号診療所所長として地域医療に従事しながら 自然に沿って農業も含めた生活を実践されていらっしゃいます本間先生はウイルスや微生物の最先端研究を積み重ねさらに自ら田舎暮らしを実践し医学的アプローチとともに自然との共生や発酵食品作りなど自然廃止として活動されていらっしゃいます本間先生は最先端のウイルスワクチン学研究の知見を踏まえて自然廃医学を実践する視点で広く発信されており 現在最も注目されている医師でいらっしゃいます本間先生改めましてどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、うん、早速先生ご自身のプロフィールからですね非常にユニークなご経歴だなと思うんですけども、はい <laughs> はい、そちらに関して伺いたいと思いますがまず医師になられようと思ったきっかけがどんなところにあるんでしょうかはい えと私はですね、あの、ちっちゃい子供の頃からですね、もう多分小学校入る前だと思うんですけども、もう自分の将来像というかなんかもう、自分が医師になって、医者になってる姿しかもう想像できないような感じで、<ー>もう、最初からなんかもう医師になるのが決まってたかのように、で、そのまま、あの、大学に入って、医科大学に入って医師になったという感じですね。 ウイルス学に進まれる、はい、ということですが、このきっかけはどういったことになるんですか？ウイルス学に、はい、あの進んだきっかけはまあただの偶然と考えていいと思いますね。はい 私は小児科医で小児科ってほとんんどが感染症なんですね、うん、ですから小児科の教室ってほとんど研究はもう細菌学かウイルス学というのが定番でうちの大学札幌以来なんですけども小児科はウイルス学を伝統的にしてたんですね、うん、ですからそのまま教室に入って、えー、自分の希望というよりも教授にある日呼び出されて「<laughs> 君はこのウイルスを担当してくれ」というような感じですね<ー>でそのままウイルスの研究に入ったというか小児科ということの経緯からっていうことですねはい、はい そしてあのアメリカの NIH で最先端のウイルス学を研究されたと、はい、いうにもかかわらず今地方の診療所で農業をしながら自然生活を行われていると。はい、このなんか ものすごい大きな転換のように思うんですけども、これはどういうことでしょうか <laughs> そうですね。普通のお医者さんから見ると、まあ、ある意味、180度の方向を転換したように見えるかと思います。ね、ただ、私的には全然不思議なことは一切なくて、まあ、あの、西洋医学という枠にとらわれなかっただけだと思います。西洋医学をある程度、自分なりに色々研鑽をして、その、 い,いわば研究の最先端であるアメリカに留学までしてね一応その最先端のところを見てきてそ,その時にちょっと疑問がしょかつてあった疑問ですよね、うん、この現代医学という現代西洋医学ですねこれが本当に人の役に立ってるだろうかっていうのを純粋にですね西洋医学の枠にとらわれないで突き進んだ結果ということになりますねでいろんなところが見えてきてまあ西洋医学は全く否定してないけれどもその他の見方もあるんじゃないか、うん そういう他の見方から見たら自分が今までやってきたことはどういう位置にあってこれから何を目指せばいいのかというのをとことんですね突き進んだ結果だと思います、うん、ですから私的にはもう当然のあるなるべく進むべき道に進んだと思ってます。NIH においてはある種ずっとそういった疑問を抱きながら研究をされてたい,、はい、それは必然だったかどうか分かんないんですけども、うん、日本はちょっとお医者さんはあまりにも忙しすぎるんですね。 ですから、本当に何かを突き詰めようと思っても、あまりにも忙しいんですよ。もう分単位で、特に大学病院みたいなところに行って、小児科っていうすごい大変な科、もうずっと働き続けなきゃならない科にいると。休み時間も全くないんです。で、何かを突き詰めようと思っても、その時間すらない。それがアメリカに行って、こう百科事実と変わったわけですね。アメリカって自由の国じゃないですか。うん、ですから、ここ重要なんですけども、結果さえ出してれば、ある程度何をしてもいいです。 24時間のうちの23時間遊んでてもいいんです。極端だし、<laughs> 1時間でただ、その、残りの1時間で結果さえ出してれば。はい、そうなんですね。そういう国なんです。1週間あって6日間休んでてもいいんです。<ー>そ残りの1日間でただし結果を出さないと誰も相手にしてくれないんですけど、そういう国なので、もう、24、ほとんどじ,じ、いわゆる自由な時間っていうのがなかったのが、要は24時間365日、お前の好きにしてくれ。という国に行ったわけなんですね。ですからもうそういったことを、 自分の疑問に思ったこととか興味に思ったことをもうとことん調べられる環境がそれで整ったああむしろ整ったというのが正解だと思いますねそれでいろんなことを調べられている、うん、そういうことですそれで突き詰めた結果が今の私につながっているああということになります。そ,その突き詰めた結果何にたどり着いてことしなりまううに、はい 一番端的に言うと、まあ、あの、西洋医学が対象療法であったということなんです。対症療法。根本,本療法じゃなかったということなんですね。はい、原因があって必ず結果があって、結果、まあ、病気というのは要は結果なわけなんです。で、結果から症状が出てきますけれども、その西洋医学というのは結果にアプローチする医学だったということなんです。ね。熱があるから下げてる。うん。どっかが痛いから痛みでも扱っている。血圧が高いから下げている。血糖値が高いから下げている。 癌ができたから取ってる。これが対症療法だということで気づいたんですね。でも本当は結果があるということは原因があるはずなんですよ。その原因に全くアプローチしない。その原因をとについてとことん突き詰めていこうと思ったんですね。したら人間の体は当然食べたものでできてますし、食べたものというのは農業でできてます。 農業を支えてるのは微生物。そこで初めて私の研究したウイルス学、微生物と健康がつながったわけです。だから普通のお医者さん、普通の西洋医学の観点と、その自然から見る、もっと根本から見る医学が、私の頭の中でこう、つながったというか、それでいろんな方向からたどり着いた結果っていうのが今の私の考えになり どんなことを中心的にご研究されたんですかそれ以降。健康で、研究ですか、はい、研究に関しては私はどっちかというと実践派なんですね。ああ自分の頭の中でその留学中にものすごい量いろんな知識をため込んで、それをじゃあ実際どうすればいいのか。そこでね、旗と思ったら、やっぱり先ほど言ったように、自分で脳にしても何にしてもね、頭の中で理論はできたけれども、実際やったらどうなるのか。 それをやるためには脳を始めるしかないんですよね。うん、それで大学を出て、いろんなところを探して、農業ができるところから始まったわけなんです。ああ、なるほど。じゃあ、もう最初からそうするとそういった農業などを含めた診療をその場で始められて、はいうん、そこからがもう研究の始まりみたいな、ね。そうですね。それからはやっぱりもう、 誰もやってないことでもありますので、とにかく自分でやってみて、それをもとに患者さんとも、まあ、患者さんが一番の教科書ですけどね、いろんなことをやりながら。でもともと私微生物学者、ウイルス学者ですので、それと今度その、発酵食品というと途中から作り始めて、それはやっぱり微生物の力じゃないですか。それも自然の自分の田んぼから取れた菌を使ったりとかして、今までやってた研究とかと、その本当の日本の伝統食とかを結びつけていたんですね。実際自分でやってたらどうなるだろうか。 ということですよね。なるほどありがとうございます、うん、そうした形でまあ、西洋医学からウイルス、うん、細菌微生物そういったものが全てつながったというご経験、えー、知識がある先生にですね、伺ってまいりたいと思うんですが、はい、細菌とウイルスというのは基本的な話としてどう違うのか、はい、ということからまず教えていただけますわかりましたえー、とまあ、細菌もウイルスも両方ともいわゆる微生物と言われる 目に見えない生物ということなんですけど実際に言うとちょっと違って最近までが普通の,あの生物学では生命命と考えます、はい、ウイルスは実はですね増殖つまり増えるんですけども生命とは考えられてないわけですね,ああですね物質遺伝子というものを持っています遺伝する物質は持ってるけども生物ではなく増える物質と捉えられてますね、はい、ですからそこが一番違うと思うんです あと大きさが全然違いますよね。うん、ウイルスは最低限の構造で遺伝子とそれを包む殻とか膜ぐらいしかなりません。最近の場合はいわゆる単細胞生物ですので細胞が一つの単位になります。ですから大きさからしても10分の1とか100分の1とウイルスの非常にちっちゃいものということになりますね。そういった違いがあると思います。両方合わせて一般的には微生物と言うんですけども、うん、重要なのはですね、スライドにも書いたんですけどもほとんどの微生物 これ人、病原微生物、世界微生物って書いてあるんですけど、はい、実は世界全体は本当は微生物だらけなんですね。うん、もう特殊なマグマの中だとか、そういったとこ以外はもう全部微生物だらけで、ほとんどの微生物、今の現代社会ってその微生物ってどっちかというと敵と思われちゃうんですね。うん、ですからも、もう戦前とか見ても、ここ滅菌、除菌、抗菌だとか、すべての物質がね、今コロナでますますそれが加速してますけど、うん、あれはいうもの消毒とか、本来微生物って敵じゃないんだよ。 に、この、世界に、その、世界自体がもう微生物だらけに覆われてて、まあ人の体の外も、内、腸内細菌とか口の中も微生物だらけなんですね。それと実は我々は共存してるっちいうのが非常に重要で、微生物のほとんどは我々に何の悪さもしない。悪さもしないどころか、世界を維持するのに必要なんですね。必要なものが微生物ということですね。で、ごく一部が我々と一緒に、共存してる常在微生物。で、ごく一部が病原微生物。 ですからもう微生物バイ細菌と聞いただけでもなんか全てが敵のように扱われてるけどもほとんどはそうじゃないよということはまず重要、うん、そうが重要だとそれはウイルスでも細菌でも同じです。こ、はい、これはそのウイルスにににししろろ細菌にしろ病原微生物の中に入る、はい、そういういとになりますここで,ですから例えばコロナウイルスだとかインフルエンザウイルスというのはあとはまあ大腸菌とかいろいろあるんですけどそれは病原微生物の仲間になるということになります。うん、なるほど で10からに微生物ういううにし今あの人たちは理解としては全部が微生物、うん、いわゆる1匹でもいない方がいいというような概念になっちゃってますけども<ー>99%には実は我々とは関係ないし、はい、我々には全く悪さはしないそれどころか地球環境のののの維持のために必須のものだとということなんです感染症を正しく理解するためにということで6つ挙げていらっしゃいますが、はい、これは これもほとんどの人がね、勘違いしてるかもしれないんですけども、私が一番強調したいのは、感染症は確かにね、ちょっと前まで、少なくとも100年ぐらい前までの世界、日本だけじゃなくて世界全てだと思うんですけども、人類の一番の,きょあの健康に対してね、一番の脅威だったことは間違いないんです。 それでいろいろ抗成物質が登場したりとかワクチンが登場したり、消毒法が出たりとか、滅菌、抗菌の技術が進んだりして、現在はこんなに安全な社会になったわけなんですけども、それは100年ぐらい前まではそれは間違いなかったと思うんですけども、今はそれがあまりにも行き過ぎてるよ、ということですね。二2番目が重要なんですけども、そういったいろんな理由で感染症自体は激減してます。 で今回コロナで我々はまた脅威にさらされてますけれども、それまではほとんどの人は感染症をほとんど忘れてるような状態ですよ、ね。うん、もうかつて何十万人も死んでいたたくさんの感染症はこう徒で使えばいいんじゃないかぐらいのレベルで、なもうすでに脅威ではなくなってたということですね。ところがですね、それが行き過ぎてるということなんですね。はい、行き過ぎて微生物を排除し過ぎてるということなんですね。実はこれか。いつも言うんですけれども、現代病。うん 例を挙げると、アレルギーと、自己免疫疾患が代表なんですけれども、現代病、それに加えてさらにんとかですね、うつ、ん、とか、発達障害。実はこれものすごい勢いで増えてるんですね。かつてなかった病気だ。かつてはほとんどが感染症で亡くなってて、この時代にはこういった今の現代病はありません。これがものすごい勢いで増えてるんです。うん、これはこの微生物の過剰な排除によって、この現代病が増えているっていう、はい。そういうことですか。 微生物を過剰に排除していることが一番の原因です。一番,の一番最初のスイッチと思ってください。その他にもいろいろ原因はあるんですけれども、一番最初にこの現代病が増えるきっかけを作ったのは間違いなく、この微生物の過剰な排除です。上下水道レベルの人間が生活する最低限のレベルの除菌とか菌に対する対策は全く問題ないんですけれども、今はそれはどう超えてるということなんです。それこそ異常なサイズですね。もうここに 一匹も菌とかウイルスがいないのが清潔でありね、現代的であり健康にもいいっていうのがまかり通ってますよね。これがまさに我々を病気にしてるということですね。後ほど詳しく。はい、そこ詳しく、はい。はい。そういうことですね。あとは、これも重要なんですけども、 例えば新型コロナウイルス、今流行ってますけども、はい、それをもらった時にね、もうほとんどの人、お医者さんもそうですけども、そのコロナウイルス自体が悪いって考えちゃうんですね。それももちろんあります。コロナウイルスが入ってこなければコロナウイルスに感染症の症状の方が出ないわけですし、重症化したりもちろんお亡くなりになったりすることはないわけなんで、コロナウイルスが入ってくることが問題であることはも問題なんですけども、それ以上の大事な点があるということ。同じウイルスを同じようにもらっても、その病気、 そのウイルスをもらって、その人がどうなるかは、ウイルスの方の問題じゃないんだよということなんです、ね。うん、我々の方の問題。これが非常に重要ですよね。だからウイルスは確かに入ってこないと病気のきっかけにはならないけれども、入ってきてから我々が何も症状が出ないのか、重症化するのか、お亡くなりになるのか、後遺症が出るかっていうのは、ウイルスの問題じゃなくて、こちらの体の方にある。うん、ということが非常に重要ですね。これ ほとんどの人、お医者さんも含めてちょっと理解してないかな。現代人はちょっとこの観点を忘れてるかな。ということがあると思います。で、感染を防ぐよりも大切なことがある。だから、ウイルスの問題というよりも、ウイルス。えっ、ー、と、後で他者軸と自己軸というのを詳しく説明するんですけども、はい、えっと、他者の対策、すなわち、うん、自分から見て自分が自分自、自己なんですね。自分から見ると自分以外の全てを私は他者って。 私以外の他人もそうですし、私以外の生物もそうですし、この物質もそうだし、環境も宇宙も地球も全部、自分か、自分だけが自分で、それ以外は他者って言うんですけども、今の対策っていうのは、この自分の力を上げる、これを私自己軸の対策っていうんですけども、はい、外をなんとかしようとしてるっていうことですね。うん 変なウイルス、怖いウイルスが来てるから、まずウイルスを何とかしよう。ウイルスをやっつけよう。そちらの対策があまりにも強くて、自分の力を上げることが忘れてるよ。というのが私の主張ですね。だから自分の力を上げましょう。自己軸の対策の方がより大切だというのを伝えてますね。あと、はい、でちょっと言いますけど、あとワクチンや薬は根本的な対策解決法ではない。先ほどの話では対症療法だということですね。うん、もちろん、 それよりも自分の力を上げる方が重要だっていうのが私の主張になります。あとは、まあ最近よく言うんですけども、病気を実はですね、病気に、すべての病気には意味があって起きてて、それは、まあまあメッセージみたいなもんだと私的には捉えてるんですそれを余計なもの、化学物質を使ったり薬とか使ったり、いろんなものを使って治すっていうのも一つの方法としてありだとは思うんですけども、そうじゃなくて自分の力を使ってちゃんとそれを乗り越えると、ものすごく成長します。 これは子供、私は2回なんですけど、子供を見てると非常によくわかります。これ成長というのはい、いわゆる免疫を獲得する免疫を獲得するし、はい、人間としても成長すると思うんですはい。人間としてもそれはどういうことですか <laughs> 実はそれを乗り越えるということは、自分の力で乗り越えたという自信にもなるし、その後の人生にも影響したりするんですよ。あと、それを、それをちゃんと支えた親も変わります。お母さんも非常によく変わります。 なるほど。はい、<れ>そういうことも含まれているということです。あの、なんでしょう。うん、それこそ昔、なんか子供が。おたふく風邪とか、はし、い、かとか、はい、水疱瘡とか、うん、そういうの、かかるっていうものだ。 はい,い。まあ確かに大変なんですけれども、はい。昔はね、あの、隣の家で発生したらね、もらってこいとかって言ってたんですよね。<laughs> それは、それを経験することによって、その子が強くなるということなんですね。うん、はい。うん。あ、そういった意味での成長ですかそういう意味もあります。だから、はい、免疫を獲得して感染者に対して強くなるという意味もあるし、困難を乗り越える。そういったことを覚えていくということがありますよね。今の親の一つの私の問題点は、あまりにも子供の力を信じてないというかね。 先回りしちゃうんですね。その一番の典型がワクチンなんですけども、ワクチンというのは要は子供が普通にかかってそれを自分の力で乗り越えるはずの道を先に防いでしまうわけでしょ。それはワクチンに限らず、あれ、あれあるところに見られますよね。今の子育てにね。でも本当に強い子を育てたければ、その困難を経験させて乗り越えさせていくという過程が必要ですよね。それを辛いから苦しいだろうから、一つでもそういうふうにならないように全ての目をつむんでますよね。 これはあそういったことが必要ないとも言わないんですけどもそれをあまりにもやりすぎると一番のの問題は子供の力を信じてないななことなんです、ね、ん例えばは水疱瘡のワクチンを打つということはお前には水疱瘡は乗り越えられないんだよというメッセージを与えてるかもしれないですなるほどそういったことまでは私は考えなければならうう、ね、ないそうすることによってまさしくそのじ自己軸の自分の力をどんどん弱めてしまうどんどんしまう,そう,い,ういうこともあるご視聴ありがとうございました。 これからも本物の衣食住情報を無料で毎月お届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。コメントも大変励みになります。もしもっと動画をご覧になりたい方は、元気の学校のホームページをご覧ください。詳しくはこの動画の下にある説明コメント欄の中に記載をしています。どうぞよろしくお願いいたします。